渡辺さんところで羽村和也の役とどこか自分似ているなというところありましたら教えていただけますか。ただ僕ものすごい人が好きで、今回フィリピンで、要するにフィリピンに行くんですけれども、なかなかちょっとこう活動はするんですけれども、現地の人とこうちょっとうまく心ではこう溶け込めないっていうのでちょっと悩んだりするところがあるんですけども、実際の僕全く気にしないで現地の人と本当に空き時間一緒にバレーボールやったりとか、今いろんなことして遊んだりとかしてて、逆に言うとですね、彼はちょっとこう馴染めない、僕はもう馴染みすぎちゃって、こう芝居の時に戻すのがちょっとそんなに人嫌いじゃないんだけれども、ちょっとそういうふうな素振りをしなきゃいけなかったりとかって、そういうのがちょっと、違うんですけれども、ただ彼のその、自分が行ったところに対して のきちんと責任を果たしてきちんと仕事をしていきたいっていう思いっていうのは非常になんか僕も、彼の気持ちっていうのはすごく尊重したいというか、そういう思いを持って僕たちも、この作品を作るために、フィリピンまで行ってロケしたので、そういうところはちょっとに、僕自身もそうありたいという形で、羽村をやらせていただきました。ありがとうございます、はい、黒木さんはいかがでしょうか、澤田樹とご自身と。そうですね、なんか澤田は結構自分にも似てるなっていう部分で、そうですね、なんか男だったら誰にでもあるような、若い時にはこう、母親であったり父親であったり反抗期があったりするんですけど、年を重ねることによって親のありがたみやそういう部分が分かってくるような感じで、誰しもが、男だったらこうその道をなんか歩んでいくような感じで、僕も澤田樹を演じさせていただいたんですけど、それと澤田樹はちょっと人懐っこい部分もあったりとか、そういう部分は僕も結構海外に行っても日本語しか喋れないんですけど、普通に手振り身振りですごい仲良くはなったりするタイプなんで、似てるなと、そういうところは似てるかなと思います。ありがとうございます。ぜひこの後ご覧いただくときに本当のお二人の姿と役柄とどう違うのかも合わせて楽しんでいただければと思います。さて本日は映画完成披露試写会にあたりまして、実はスペシャルゲストの方を応援に駆けつけていただいているんです。それでは早速ご紹介いたしましょう。ベストセラー作家で青年海外協力隊 OG でもいらっしゃいます港かなえさんです。どうぞ皆様拍手でお迎えください。今日はお越しいただきましてありがとうございます。私から港さんご紹介させていただきます。小説家港かなえさんはデビュー作告白が第6回本屋大賞を受賞、累計販売部数336万部を超える空前の大ベストセラーとなり、これまで出版された本の累計は1000万部を超えている人気作家さんでいらっしゃいます。港さん、皆さんに一言ご挨拶いただいてよろしいでしょうか。こんばんは、港かなえです、青年海外協力隊風に自己紹介をさせていただきますと、平成8年二次隊トンガ隊員火星で行かせていただきました。こんな風に OB OG は自分がいつ行っていたか、どこの国に行っていたか、どんな職種をしていたか紹介し合うと一気に距離が縮まりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今港さんがおっしゃっておりましたが、96年98年の2年間ですね、トンガ王国に赴任されていたということで、黒木さん一言をいただいてもよろしいですか。今回来ていただいたのは僕がちょっと熱烈なオファーをさせていただいたんですけど、この、作品を撮り終わった後にあるテレビ番組を見た時に港さんがトンガに行かれて、協力隊っていう旅行
旅行じゃないけど何ですかね、海外番組ですかね、はい、旅行じゃないですね、ごめんなさい、懐かしい場所を懐かしい場所を仕事にはなるんですよね仕事です、仕事ですよね、あれ、まあ、そういう番組を僕も見て、あ、港さんあの協力隊だったんだっていうことを、はい、でそれで一緒にあの盛り上げていただけたらなと思い、はい、オファーさせていただきました。で今日あの来ていただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、もう告白もあの絶唱も僕あの見せていただいて本当にもうファンだったので、こうやってあの来ていただいたことを嬉しく思います。はい、私もドキドキしていますありがとうございます渡辺さん一言港さんにいただけますか。はい、なかなかこういうこういう感じで立つことってあるんですか。はい、あこういう舞台に立つことってあるんですか。自分が原作した、はい、作品は登壇させていただくんですけど、こう応援とか初めてで、はい、あそうです。僕もその番組見させていただいて、はい、それで皆さんのバックグラウンドをちょっと拝見させていただきまして、で絶唱の方も読まさせていただきました。なんかすごくなんだろう、今までのとちょっと違うような、いろんな辛いものをみんな抱えてトンガに来てたんですよね。その中でもすごくまあ、その映像を先に見てたのか、すごく爽やかな感じがする、ちょっと違うまた港さんの作品をすごく見れた感じがして、なんか僕はすごく、なんかあいいすごいいい本読ませていただいたな、最近の中ですごく本当に良かったなと思わせていただきました。で本当に今日は来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木監督は同じ協力隊出身者ということですが、港さんに何かございますか。なんかね、港さん協力隊にもいろいろ寄付をなさって、本を寄贈してくださったりですね、たくさんの国に、寄贈してくださったりしてると。それも協力隊自身の人もですね、港さんだとわからない人が多かったらしいんですね、本名でやられてるんで。まあ、非常にそういう意味ではいろんなことを尽くされていらっしゃるということで大変感謝して、まあ、今回もねわざわざ淡路島遠いところから来ていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。どうもありがとうございます。